わんこそばは美味しかったらいいんだよ。だからそうめんはめっちゃ食えると思う。俺そうめん好き。だからそばってなんか中盤あたりからなんか妙に美味しくなく感じるんだよね。うん、なんで、あの、流しそうめんとか、ああいうのだったら結構いけるかもしれない。うん、あの、ワンコそばは無理っすね。飽きるもん。で、なんか最近、なんか、そばより、どんうー派になってきたんだよね。なんか最近、うどんうめえなと思って、山田うどんでもうどんうめえなと思って、なんかうどんうめえなと思って。そう、ずーっとそば派だったんだけど、ちょっとうどんに浮気したんだよね。そう。で、あの、うどんに浮気することで、蕎麦への愛をこう再確認しようと思ったの。あ、やっぱ蕎麦うめえな、みたいな。そう。だから一回ちょっとうどんに浮気したのね。そしたら、なんかちょっとうどんに気持ち持ってかれて、そう。蕎麦への愛を確かめるために、うどんこんなもんか、みたいな感じで、たまにはうどん食ってみるかと思って食ってみたら、口づけが良くて、ちょっと、あの、うどんに持ってかれてんだよ、最近ね。蕎麦もうまいけどね。そう、そばうまいけど、なんかコンビニとかで最近ぶっかけうどん買ってるっすもん。うまい。うどん派のあなたは、岸田の不出馬をどう考えますか？全然関係ないじゃん、それ。うどん派って別に。麻生派とかそういうのじゃないからね、うどん派ってね。いないでしょ、自民党の中にさ。麻生派の隣にうどん派っています？全然派しか合ってないからね。うどん派のあなたは、岸田の不出馬をどう思いますか？みたいな。全然関係ない、マジで。つながり全くないけどね。じゃあ、お前らもお前らよね。あんなに岸田やめろって言ったのに、今度出ないって言ったら出ないんかいってどういうことやねんみたいな。どうしたいんだって。だから俺いつも言ってるんだけど、いつも言ってるんだけど、総理大臣が変われば変わるほど、前の人のが良かったなって思えるのが最近の日本じゃない？自民党じゃない？安倍ちゃんの時からそうだけど、後からさ、ガースも評価されて。だから、きっと、めちゃくちゃみんながネットで叩きに叩きまくった、岸田さんだけど、キッシーだけど、きっと辞めて、次の総理大臣になったら、キッシーの方が良かったって絶対言うと思う。それだけは言っとく。キッシーが良かったとは言わないよ、別に。俺はそこまで大きい声でね。キッシー良かったな、とまでは言わないけど、まあ、一部評価するなら外交問題。うん、金をすげえ外に配ってるっていう印象を持たれてる方は多いかな、とは思いますけれども、100% の中で 100% 全部が評価できなかった人ではないよ。うん。ではないよ。もちろん一部はね、評価できるのかなって思うところもあったのかなと俺は思ってます。が、やっぱりまあその、逆風は強かったよね。良くないと思われている。まあたくさん批判の声は大きかった。ね、今回ね、もう次出ませんってこう言いましたけれども。まあおそらくですけど、新しくなったらまた新しくなった総理大臣の上げ足を取るようにいろいろ言われると思います。うん。で、その時にきっとまた、いや、岸氏のがまだ良かったな、みたいな。例えば河野太郎とかになったらどうします？ねえ、麻生さんと挨拶したそうですよ。はい。河野太郎が総理大臣になったらどうします？もうその時点で、ってなるよ。うん。まあもう最悪ってなるよ。だからそういう可能性があるわけですよ。そしたらまだ岸田さんの方が良かったなって、後から言ってももう遅いんですよ。でもあれやんか。岸田さんが総理大臣になった時に結構取ってましたよ、今日は。河野太郎さん。なる可能性ありますよ。ねえ。だ今回、今11名今何名でしたっけ立候補者の予定。はい。かなりの数が出るんですよ。そうなると票が割れるんですよ。割れるってなると、いつも言ってますけど、選挙って組織票。硬い票を持ってる人が勝っちゃうんだよね。立候補者が少なければ少ないほど、まあ、要するに、割れないじゃん。けど11人。もし11人だと11人分割れるわけですよ。なので、怖いよっていう。どうなるかなっていうところですけどね。あともう一つ言うと、誰が総理大臣になっても変わらんところは変わらんです。それはなぜかっていうと、財務省をぶっ壊さないと。結局ね、傀儡しかね、日本の総理大臣にはなれないですからね。傀儡しか。要するに財務省の言うことを聞く人が総理大臣になります。言うことを聞かなくなると辞めさせられます。簡単に言うと。ですから、誰が総理大臣になっても多分そこの、システムをぶっ壊さないと、日本はどうにもならないので、人が変わるだけなんで、あんまり変わんないと思うよ。真の部分は。なのでまあ、どうなるかなっていうところですけど。はい。まあでも、楽しみですよね。誰がなるのか。自民党がやってるうちは変わんないと思うけどな、俺はな。うん。ただ、これ、一個人ですよ。うん。河野太郎とか、石破茂とかになったら、もう、めっちゃ嫌です、僕は。めっちゃ嫌なタイプです。うん。頼むから、河野太郎とか石破とかにはなってほしくないと思ってます。私は。自民党の中で誰かが総理大臣になるってなっても、うん。私は、そう思ってます。うん。誰がいいとかはないけど、だって、嫌だもんだって俺自民党。
嫌だもん。嫌だけど、嫌なんだよ。嫌なんだけど、他もないんだよ。それが一番嫌なんだよ。もう嫌だなとは思ってるんだけど、自民党じゃなかったら誰がやるんですかってなったら、もっと売国度が多いから、困っちゃってんのよ。わかる？これ。この、俺の思ってること。自民党は嫌なんだけど、自民党じゃない政党が、もし首都だって、まあ、総理大臣誰かやるとしたら、もっとそっちの方が売国度だから、もっと悪じゃん。だから、もうなんかやきもきしてるんですよ。そう、やきもきしてるの。だからどこに入れたらいいんだろうな、みたいな。まあ、どうなるんでしょうね。今の、この日本、ね、誰が総理大臣やっても良くすることはできないんじゃない？良くすることはできないでしょ。悪くすることは多分みんなできると思うけど、良くすることはできないんじゃない？まあ、本当に頑張って現状維持。本当に頑張って現状維持。けど、多分無理。多分誰がなっても悪くなると思う。だってもう、悪くなるところ、抑えられないところまで来てるもん。もうだって下り坂ですよ、ずっと。そう、もう誰にも止められない。ね、下れば下るほど、どん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 スピードを増して加速して落ちていくわけですよ。もう止められないですもん。だってもう恐ろしいですよ。日本の土地もどん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 外国人に買われて、島とかも買われて、ひどいんですよ。いっぱいググったら出てくるんですけど、その島にいろいろ祀られてる神社とかそういうのもあるけど、外国人が買ってもうぶっ壊してますからね。ちょっと前までそこが日本人が作ったね、そういう神社とか建物とかもありますけど、もうそこ誰も人住まなくなりました。ね、島人住まなくなりました。外国人がそこの島買いました。もう全部壊してるからね。バコンバコンつって、そういらないいらないいらないつって。だからね、あれだよ、ニュースでやらないけど、どん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 そういう日本人が住まなくなった過疎地から順番に特定アジア人とかがお金持ちとかが土地買っちゃってるから、気づけば知らない国の声が聞こえてくるよ、遠くの方から。だんだんで、どん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 町の方に侵略してくるんや。そう、まず人が住んでないところから買っていくんですよ。だって日本人でそんな知らないところの土地、山とか買う余裕のある人います？誰が欲しいですか？みんないらないでしょ。だってスズメバチがいっぱいいる山、誰が買えますか？え、そっから手作業入れたらすげえ金のかかる、田舎、誰が買えますか？誰も買わないですよ。そう、じゃあそういうところを外国人が買って徐々に徐々に広げていったら、いつか俺たちが住んでる町までやられるし、その町も例えば埼玉だったら川口とかでクルド人が住んだりとか、好き勝手やってるわけじゃん。日本人死ねえとかまで言われてるわけじゃん。日本人の優しさにつけ込んで、日本人が立ち上がらないから、大変なことになってんだよ。ほんならあともう数年ですよ。だからあと水道守らないと、水守らないと、民営化なんかしたら大変なことになる。水取られちゃったら、だからもう長く持たないですよ、この国は。長く持たないですよ。我々世代は大丈夫だけどね。我々世代は多分、年取ってもまだやっていけるかと思いますけど、我々世代の次の次世代、今、おぎゃーと生まれた子たち、これからおぎゃーと生まれる子たちの世代が、大人になった時はもうどうなってるかわかんないよね。ノリさん選挙出る？いや、殺されて終わりだよ。俺なんかが、政治家になって、今この放送で言ってるようなことを、ね、大きな声で言ったら殺されるだけだよ。だって政治家なんて殺されるやん。変な死に方するやん、いっぱい。怖いやん。危ないよ、マジ。いや、射殺とかそういうのじゃなくて、なんかわからないけど、めちゃくちゃ天気荒れてんのに、屋久島で死んで見つかったりとか、怖すぎるでしょ。怖すぎるでしょ。あったじゃん、そういうニュース。台風かなんかでめちゃくちゃ荒れてたのに、なんか屋久島に行って、なんか、亡くなっちゃったりとかさ。ねえ。いや、いろんなことありますからね。どうなるかわかんないですからね。なんでそんなところに行って死んだんだっていう。恐ろしいって。台風配信やばい。やばいよ。誰かがスーッと近づいてトーンってやったら終わりだからね。真っ暗で見えないから。真っ暗で見えなくて、内仮面にしてて、よく見えないところをスーッて近づいてきて、後ろからドーンって押されたら死にますよ。危ないよ。どうなるかわかんないね。誰が押したって言って。どんな奴が押したって言って。政治家には向かないと思うけど、あ、向かない俺。向かない向かない。向かないよ。今の政治家なんて長いものに巻かれると言いますか。うまくやれてる政治家ばかりでしょ。そう、昔の政治家と違うじゃん。表面見えてるところをクリーンにして、中身の方は真っ黒っていうね。そういう政治家が多いじゃん。国民から何か言われたらな、炎上しちゃうからね。そう、表面はよく見せてるんですよ。小泉さんとかさ、あとはさ、ね、沢田亮さんみたいな、見た目がさ、涼しい顔しててさ、中身何考えてるか分かんないみたいな。そういう政治家多いじゃない。この前の石丸さんなんかもそうじゃない。見た目涼しいじゃないですか。そう。だけどさ、俺思うんだけどさ、みんなさ、配信者でどっち好きですか？中身の黒いところちゃんと黒いですよ。俺こういう人間なんだけど、それでも見たい人だけ見てくれよっていう配信者が好きか、中身どす黒くて、ね、オフパコとかめちゃめちゃやってんのに、でも配信ではみんなのことが大好きだよとか言って、すげえ綺麗な配信するイケカテとか、どっちが好きですか？どっちが好きですか、それ。ね。
結局今日本人が求めてるの後者の方なんですよ。見た目綺麗な人ばっかり求めるんですよ。ルッキズムですよ。そう、我々もそうだし政治家もそうですよ。見た目綺麗な人は中身も綺麗だと思ってるんですよ。でもちゃんと物事をはっきり物を言える人が一番リーダーになるべく人じゃないかって俺は思うんですよ。違いませんか？もう別にいいんですよ。政治家が別にお金取ったって国を良くしてくれるんだったらそんだけ分の対価を得てもいいと思いますよ。でも一番良くないのはお金をくすね取って何にもやってないやつ、ずーっと政治家で居続けるやつ、老害みたいなやつらとか、あいつらが一番ゴミですよ。年取ってたっていいんだよ、若くたっていいんだよ、お金取ったっていいんだよ、でも良くしてくれることが一番大切なんだよ。そう、良くしてくれるのであればある程度のことはやってもいいと思ってる俺は。だってそうやってさ、家事はさ取らないと大きいこともできないもん。みんな怖がってちっちゃいことしかやんないじゃん。なんだよビニール袋って。ねえ、ビニール袋ってさ、え、二酸化炭素どう残るの、火山一発噴火したら終わりやわな。あ、ビニール袋ってもっと大きいことやってくれよ。でもできないんですよ、大きいことできないんです、批判されるから。うん、でもそんなんよりもっとやることいっぱいあるでしょって俺は思うけどね。紙のストローにしろとかさ、なんかビニールのストローやめろとかさ、どうのこうのって言ってくけどさ、言っとくけどビニール袋の削減よりお前ら無能な政治家の削減のが先だ。うん、ビニール袋後でもいいよ、ほんなの。ビニール袋よりな、無能な政治家の削減のが先です。順番はな、お前らだぞ、言っとくけど。だってさ、ビニール袋削減って言ったってさ、3円か5円なんてさ、みんな払えるやん。1日1回スーパーに行って3円の袋、1ヶ月100円しか使わんぞ。1日3円でしょ、30日だったら90円ですよ。その90円誰がケチんのよ、そんなの。90円ケチってやつ生きてけんわ、この日本で。みんなな、金ない金ないって言ってるけどな、じいさんばあさん金持ってんだ。意外なところに金持ってんだ。日本の借金額よりな、貯金額の方がでかいんだ。あるところにはあるんだ。使ってないだけでな。ほんなのビニール袋3円5円にしたところで減らんよ。まあ中には小汚いさ、なんかエコバッグとか持ってる人もいるかもしんないけど、でも、どうやろねっていう話よ。だから、あのゴミ袋1枚100円にしろよ。その方がビジネスになるじゃん。1枚3円5円じゃないよ。1枚100円にしたら誰も買わんよ。1枚100円。コンビニに行って、ビニール袋100円。スーパーに行って、唐揚げ1個買って、ビニール袋100円。誰が買うのよ。いや、それ100円で、ジュース1本買うわ。そう。それぐらいにしないと、ビニール袋の削減にならないっすよ。違うの？何その中途半端な3円や5円って。ちっさいことやってんじゃねえよ！もっと。なあ。本当に浜港みたいにアクアライン作るとかさ、あの、田中学園みたいに高速道路作るとかさ、前のオリンピックみたいに首都高を作ったりさ、ね、東京タワー作ったりとかさ、でっけえことやれよ。なあ、でもでっけえことやろうとしたら日本国民のな、反発食らうわな。ね、オリンピックでさ、なんか新しいあの新国立競技場を作ったらさ、便器みたいとか言われてさ、便器の周りに爪楊枝が立ってるみたいなね、あの見た目してさ、こんなもんのもいるのかつってすげえ金使っているのかとかでめっちゃ言われたし、いろいろあるかもしれないけど。うん。でもな、そんなことでな、ピーピー言うやつが政治家やんなよ。そんなん怖がってんだったら、そんなんで心折れるんだったら、ね、国民の顔を色伺うんだったら政治家なんなよ。言っとくけどな、政治家はな、受かったところで先生じゃねえぞ。結果出してこそ先生だぞ。なあ、調子乗んじゃねえぞ、この野郎が。と、俺は思っておりますけど。ねえ、果たして、あの、総裁選はどうなるのか、というところでございますが。いや、出馬しないです、僕。はい。いいことできるんですけど、悪いことがメインなんで。そうなんですよ。そうなんですよね。なんか、俺は向いてないんですよね。ここでブヒブヒ言ってるのが向いてるんで。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。